元ラーメンズーの片桐仁龍です。メインチャンネルの方ではお久しぶりかもですが、片桐仁龍です。先日小林健太郎さんの過去のコント内での問題発言で、小林健太郎さんがオリンピックの開閉会式のディレクターを解任されましたが、そのニュースの影響力を鑑み、私片桐仁龍も本日をもってメンバーシップ限定動画の MC を辞任させてもらいます。世の中の流れには抗えないつというか、左のモニターに出ているようにまさに小林健太郎さんは小山田圭吾さんに続いてあなたの番です、でしたね。さすがにもう今日からオリンピックが始まっちゃえば解任や辞任などのあなたの番ですはないと思いますが、ネット民が必死でオリンピック関係者の過去の発言をあらいざらい探しているようなので、泣きにしもあらじーつ、現在ロックオンされてるのは杉山浩一つってことで、とうとう本日からオリンピックが始まり、ブルーインパルスが五輪マークを青空に描いてまずまずの失敗をしたみたいですが、描くといえばこれを見てください。この前山に行って撮影したんですが、ジョロウグモらしきでかい雲が雲の巣を張って、そこにダイイングメッセージらしきものを描いていたんです。どうですか、わらわらわら腐って見えませんか。何がそんなにおかしかったんでしょうか。マックス村井さんがいちご大福屋を真夏にオープンさせたことじゃないの、知らんけどつ。そしてこの雲は一体人間に何を訴えたかったんでしょうか。夏場はあっちから大福なんて食いたくないよってことじゃないのつ。この雲の描いたメッセージは何なのか、虫に詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。それでは私片桐仁龍の出演はこれにて最後になります。ありがとうございました。次回からは美容師に言われるがままおしゃれパーマを当ててしまった堤真一龍に改名してまた皆さんの前に現れたいと思います。そんだけ私にしたこと忘れていませんよ、私にしたことを忘れていませんよ。 I did it.